あ、そう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 。そうだよ。なーに、金魚ちゃん。お家に帰りたくないの？だったら帰らなきゃいいのに。俺たちも帰らないしさ。一緒に学校に残ろうよ。お、突然なんだいフロイド。何も知らないくせに口を挟まないでくれないか。不愉快だ。そうですよ。ご家庭の事情にむやみに首を突っ込むものではありません。だってさ、ジェイド、いつも同じメンツで年越しすんのつまんないじゃん。アズールも金魚ちゃんなら小さいから飼っていいって言うと思うし。今なんとお言い台、ハーツラビルの長たる僕によくもそんな口が聞けたものだね。今すぐ首をはねてやる。リドル君、ここで喧嘩はやばいって。落ち着けリドル、またあいつのペースにはまってるぞ。フロイド君たちの実家って確かサンゴの海だよね。なんで帰らないの？アズールと僕たち兄弟の故郷はサンゴの海の中でも北の方でして、この時期は海面が流氷で覆われるんです。さあさあ、流氷があると帰んの大変なんだよね。あと帰ってもつまんないし、だから俺たち三人は氷が溶けた春休みに帰ることにしてんだ。へえ、海の下に実家があるっていうのもいろいろ大変なんだな。ふん、君たちと一緒に年越しだなんて絶対にごめんだね。僕はこれで失礼する。みんな良いホリデーを。やれやれ、少しいつもの調子に戻ったか。お前たち、休暇中に羽目を外しすぎるなよ。それじゃ。さて、俺も帰りますか。あ、帰る前に記念に1枚。ハッシュタグ秋学期最終日、1年生と良いお年を。気が早い。じゃ、みんなハッピーホリデー。小エビちゃんとアザラシちゃんは学園に残るの？だったらオクタビネルに遊びに来なよ。遊んであげるからさ。それはいいアイディアだ。楽しいホリデーになりそうですね。いつでもお待ちしていますよ。では。あいつらの顔見るとモストロラウンジでの過酷な労働が思い出されるんだぞ。確かにあれは辛かったな。思い出させんなよ。さて、だいぶ生徒が少なくなってきたな。僕たちもそろそろ帰るとするか。そうね。そうだ監督生、さっき学園長にスマホもらったなら、マジカメの ID 交換しとこうよ。連絡取れたらいろいろと便利だし。そうだな、僕とも交換しよう。よし、登録登録っと。冬休み中寂しくなったら連絡してきてもいいぜ。出た、監督生のマジレス。冗談だっつーの。こいつのくだらない冗談はさておき、何かあったら遠慮なく連絡してこいよ。じゃあ母さんが待ってるだろうから僕ももう行く。監督生、グリム、良いホリデーを。んー、じゃあ俺も行きますか。監督生、グリム、また来年な。いつも騒がしすぎてうぜえと思ってたけど、いざいなくなってみるとあいつら本当に毎日うるせえってことがよくわかるんだぞ。